皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。マックスブレイです。ハルミンです。リオナリです。魔法石ショップで一度きり超お得セットが帰ってまいりました。誰でも1回だけ魔法石6個分の価格で魔法石10個専用のガチャ1回、特典として友情ポイントが1万ポイント。そんなに買わせていただきましょう。バイ。バイお得セット。お、来てる。そんなわけで。はい。こちら、うん、まさに今、まさに今買ったものがやってまいりました。はい。ラインナップ、何が出てる？そうですね。超強力なモンスターです。ありがとうございます。超強力なモンスター。超がつく。超強力なモンスター。超強力なモンスターです。一、はい、回だけ。はい。いいですか？いいです、いいですよ。後戻りできませんけど、いいですか？はい、このかぶ、もしかぶりだったら、もうすぐ、即動画終わりますか？はい、かぶりだったら、もう持ってたら分かった、じゃあかぶりだったらバッ、モンポにしよう。よし、かぶりだったらすぐ終わります。分かりました。いや多分ね、いつも飛んでくるの魔法石だけど違うの飛んでくると思いますよ。ほうほら、なんか星みたいなやつ飛んできた。ビスケットみたいな。うわー、きたー、やったー、超強力。きた、超強力なの来た。マックス村井つぶし。あ、村井さん持ってないんだ。持ってない。村井さんはそう、覚醒クシナだ。覚醒クシナだ、落ち込んつぶしだから使ってみてくださいよって言ったら持ってなくて、あー残念ってなって。昔言ってたのはフレンドっすか。聡明なる信号ってずっとさ、聡明なる過去、聡明なる信号は旧アカウント、あれ旧アカウントかな、ずっと加護信号って言ってたじゃないですか。加護ってさ、これ加護なの、信号じゃ、聡明なる信号じゃないの、いつも聡明なる信号って呼んでた、うん、なんか読み間違えてたやつ。あ、マジ持ってなかったんだ、ぐらいさ。イエーイ、まさかの落ち込んキラーやってまいりましたよ。よかったっすね。ちょっと攻略アプリで見ましょうか。はいはい、こちら攻略アプリでございますけれども、なんとですね、今500万ダウンロード達成記念やっております。キャンペーン開催中でございます。はい、ぜひとも皆様ご参加くださいませ。 iTunes カードとか、Google プレイの、何かが当たります。好きなモンスター選ぶだけ。そうです、投票くださいませ。で、クシナダ姫覚醒だから比較的最近だよね。もうこっちから一人したかな。あのクシナダ以外の覚醒はもうちょいしたかな。なるほど。はい。クシナ。検索することもできるわけですね。このアプリは。はい、検索。はい、で、こちらです。もう一気に覚醒だけ見ましょう。はい、ででーん。かわいい。かわいい。足出しちゃもいい。うん、あ、何これ。敬愛なる経年？経年？5年。5年？一ターンの間受けるダメージを激減。激減。一ターンの間1コンボ加算。なるほど。で、10ターンなんですね。で、ステは高いですね。ステータスめちゃくちゃ高い。めちゃめちゃ高いね、ステータス。で、回復とドラゴンタイプだと。で、リーダースキルが5コンボ以上で攻撃力上昇、最大で13倍落ち込んしたくなる。覚醒スキルも優秀だな。なんか、すごいお得なセットでした、私にとって。本当にありがとうございます。感謝いたします。こんなキャラになっちゃうんですね。早速使いたいと思います。はい、落ち込んしなくなるマックスぐらい。君に落ち込んじゃないね。あ、本当ですね、うん、君に落ち込んしなくなる。最悪。君にはやめてあげましょう。自分にね俺落ち込んしなくなる。俺落ち込んしなくなる。あの、早速作って、試してみたいと思います。はい、またお楽しみにされてください。マックス村チャンネル、チャンネル登録して、次の動画お待ちくださいませ。さよなら。